はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、500万円以下で買えるアメ車中古車、こちらクライスラー300の SRT8、 この右ハンドルの SRT8 を紹介します。はい、こちらですね、ブブー埼玉さんの在庫車なんですが、2016年型クライスラー 300SRT8、 車両本体価格438万円になります。はい、個人的にですね、筆者がセダン好きで、この2代目のクライスラー300がかなり好きっていうこともあって、このチャンネルには定期的にこのクライスラー300の中古車が出てくるんですが、やっぱりですね、このスタイリング的にはこの SRT8 で、この迫力のある SRT8 のスタイルがやっぱり一番好みですね。はい、でこの車両比較的高年式っていうこともあって、ボディ外観は全般的に綺麗なんですが、やっぱり SRT8 に乗るような人は結構飛ばす人が多いんだと思うんですが、フロントのノーズにはですね、ちょこちょことした、まあ、あの虫が当たったであろう跡とか、そういうのは見られます。はい、であとこちら左の後ろのドアなんですが、このドアハンドルにですね、軽く傷があります。でこれリアのマフラー、右のマフラーの上、ここのバンパーにもですね、軽く傷があって、タッチペンで補修した跡があるんですが、まあパッと見て分かる傷はこのぐらいですね。ブラックのボディカラーって割と傷とか汚れが目立つんですが、まあ、今指摘した2箇所ぐらいでこの車両はかなり綺麗です。でホイールとかも4本ともすごいピカピカですし、ボディ外装の状態はかなりいいと思います。はい、ホイールは純正の20インチグロスブラックのホイールになります。でこのホイールがですね、4本ともこの車両めちゃめちゃいい状態を保ってます。はい、でこちらタイヤ、東洋のプロクセスポーツで、このタイヤですね、2019年の26周、1回タイヤ変えてますね。でタイヤサイズは245の 45ZR20、 これは純正サイズ、前後通しです。はい、でこのクライスラー 300SRT8 なんですが、ブレーキはブレンボになります。でブレンボのキャリパーにスリットローターで、このストッピングパワーはいいですね。はい、こちらマフラー、マフラーノーマウです。でこの SRT8 結構いい音するんで、排気音を聞いてみたいと思います。はい、これ同じエンジン搭載するチャレンジャーのスキャットパックなんかと違って、ちょっと回転数制御されてるんですが、それでもやっぱセダンにしてはすごいいい音しますね。はい、こちらエンジン、エンジンは 6.4 リッターの V8 ヘミ OHV になります。はい、でこちらの 6.4 リッターヘミ、ダッジチャレンジャーの RT スキャットパックとかチャージャーのスキャットパックに搭載されてるのと基本的には同じで、グラチェロの SRT8 なんかとも同じなんですが、各社微妙にスペックが違ってます。はい、でこの正規入社、2016年モデルの正規入社の SRT8 のエンジンスペックは、最高出力が476馬力、最大トルク65キロ。でこのですね、エンジンスペックは NA 自然吸気のエンジンとしては、まあセダンでは世界有数のスペックになります。はい、で最近はですね、プレミアムセダン、ハイパフォーマンスセダンも、もう世界的な潮流として
エンジンの排気量を落として、その分下級機ターボでトルクパワーを稼ぐ車両がすごく増えてますんで、この大排気量 V8 で65キロで、このトルクを発生させるこのエンジンはやっぱり魅力的ですね。はい、それでは内装を見てみます。はい、内装インテリアもフルオリジナルですね。で、まあ年式が新しいっていうのもあるんですが、すごい綺麗な状態です。はい、こちらシートはですね、アルカンターラとレザーのコンビシート、ハーフレザーシートになります。はい、でこちらのシート、このヘッドレストとかサイドの部分は柔らかいレザーなんですが、この辺背もたれとか座面がアルカンターラになってます。で白いステッチが入ってるんですが、このシートすごい状態いいですね。ドライバーズシートのこのレザーの部分の見本のちょっと劣化はあるんですが、もう基本的には新車同様すごいいい状態保ってます。でこのシートですね、シートヒーター、シートクーラー、当然のように装備しております。はい、セカンドシート後部座席、3人掛けのベンチシートになります。でただですね、センターに大きめのアームレストがついておりますんで、まあ、ゆったり乗るんだったら2人ですね。はい、でこのセカンドシートなんですが、まあ、セカンドシートもレザーとアルカンターラのハーフなんですが、セカンドシートめちゃめちゃ綺麗です。まあ、このチャンネルにありがちなんですが、フロアとかもですね、フロアマットとかも新品同様で、ほとんど使用感がないですね。でこのクライスラー300、まあ、SRT8 に限らず後部座席の居住性はすごくいいです。はい、こちらインパネです。インパネ綺麗ですね。2016年モデルで5年前の車両なんですが、使用感も少なくてすごいいい状態保ってます。で個人的にですね、この2代目クライスラー300で中でもですね、この SRT8 でこのですね、インパネのデザインはかなりいいと思います。プレミアム感とスポーティーさがうまい具合に共存してる感じで、なんかすごい好きですね。はい、今ですね、ドライバーシートに座ってるんですが、やっぱりですね、この目に見える風景デザインがすごくスポーティーで、このステアリングホイール、ハンドルがですね、この握りが太くて、でなおかつですね、このボトム下の部分が軽くフラットになってて、まあ、軽く D 型になってるんですが、このステアリングすごく使いやすいです。でマニュアル操作をする際のこのパドル、これもですね、すごく大型で手触りもいいですし、また当然ながら、よいしょ、シルトでテレスコで、この辺もパワー電動です。でこのステアリングはですね、かなりポイント高いと思います。はい、それではちょっとエンジンをかけてみます。エンジンプッシュスタートです。はい、エンジンかかった時の音がいいですね。で、あとこのクライスラー300、このサファイアブルーのですね、メーターパネルがすごく綺麗です。はい、でこちらの車両、走行距離 56,946 キロ、5年間で5万6000キロですから、まあ年間1万1000キロちょっと、普通の人よりはちょっと走ってる感じですが、月1000キロは行ってませんので、そんなに気になるような走行距離じゃありません。はい、でこの2代目クライスラー300の、まあ、後期モデルなんですが、このアナログメーターをきちんと残した上で、まあ、このセンターにデジタル表示があって、なおかつこのサファイアブルーでデコレーションしてるんですが、これがですね、すごい視認性がいいし、おしゃれで、これはすごい記者的には好みですね。はい、それではカークレーシングアクセル空吹かしてみます。
はい。で、このクライスラー300はですね、チャレンジャーとかと違って、このレーシングでは回転数が抑えられるようになってるんですが、でもすごく綺麗に回りますね。で、やっぱり迫力あります。はい、こちらナビゲーションは純正です。で、地デジテレビも装備してますし、ギアをバック、リバースに入れるとバックカメラにもなります。はい、で、このタッチスクリーンなんですが、ここのですね、SRT っていうボタンを押すと、この画面で車両の様々なセッティングができます。で、トランスミッション、パドルシフト、サスペンション、ステアリングなんかの設定、すべてここでできるんですが、まあ、例えばですね、このサスペンション、今ストリートになってるんですが、これをですね、トラック、スポーツ、ストリート、まあ、こういった感じで自分で任意にセッティングできます。で、この辺はですね、いろいろと試して自分のベストのセッティングを設定するといいと思います。はい、で、このクライスラー300なんですが、まあ、このセンタークラスターの中央にアナログの時計があったりとか、で、これダッシュボードはレザーなんですが、ここはアルカンターラでまたレザーで、で、この辺質感のいいパネルで、この辺はカーボンパネルでですね、内装の作りがすごくいいですね。で、一昔前のアメ車と違って内装も全然チープな感じはありません。で、以前に何度か紹介してるんですが、こちら、このですね、カップホルダーは、クーラー冷やすこともできるし、温めることもできます。で、これはですね、なかなか使い勝手がいいです。はい、この車両パワーサンルーフ装備してます。はい、で、このパワーサンルーフなんですが、ルーフ前面にあって、まあ開くのは前面だけなんですけど、すごい開放感ありますね。はい、じゃあトランク見てみます。トランクはですね、こちらハイマウントストップランプの右側にボタンがあります。はい、トランクも綺麗ですね。トランクのこの絨毯、ほぼ使用感がないです。で、このクライスラー300 SRT8 に限らず、トランクルーム非常に広くて、なおかつ後部座席セカンドシートが6対4分割可動式になってますんで、長物も積載可能、まあセダンならではですね。はい、で、このトランクなんですが、このフロアをですね、開けると下にですね、右側にバッテリーで、左側にですね、パンク修理キットが入ってます。で、こちらバッテリーは後ろになります。はい、昼間で分かりにくいかもしれないんですが、このクライスラー300ヘッドライトがなかなかかっこいいんで、ちょっとライト点灯させてみます。こちら2016年モデルのクライスラー300 SRT8 正規輸入車、車両本体価格438万円。これはですね、すごいいいと思います。この2代目クライスラー300、アメ車感満点だった先代と比べてかなりスタイリッシュになってます。で、全長5メーター超えるんですが、全然大きさを感じません。で、セダンとしての使い勝手良好で、それでいて6リッターを超える大排気量自然吸気ユニットで、これはですね、すごいやっぱ魅力です。で、以前にもですね、同じようなコメントをしたことがあるんですが、この 6.4 リッターの V8 ヘミを搭載したダッジチャレンジャー、
仮にですね、この2016年モデルで走行5万キロ台だったとしたら、400万円台なんかでは買えません。今だったら普通に600万円超えると思います。で、それを考えるとですね、この300の SRT8 のコストパフォーマンスの高さ、お買い得感っていうのは結構半端ないですね。で、当然ながら2ドアのチャレンジャーよりは4ドアのこのセダンの方が使い勝手いいですし、もちろんチャレンジャーものすごいスタイリッシュで人気あるのもわかるんですが、単純にコスパ、お買い得感っていう意味だと、このクライスラー300の SRT8 めちゃめちゃいいと思います。